はい、皆さんこんにちは。ワクワク探検隊のお時間です。どうなんですか？元気ないよ。疲れた疲れたのか、はい、そうか、まあ、そんなことないね、はい、今日の企画は今日の企画わっ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 パクりまくっとんなセリフ、はい、今日の企画はですね、穴釣り、アナゾリガシラとかガシラとかアイナメとかね、うん、はい、うん、でも、うん、琵琶湖ですよ琵琶湖な琵琶湖、うん、まあ、何がヤバいって、うん、みんな琵琶湖って前投げたら釣れると思ってるやろ、うん、アナゾリでバス釣れるから、うん、ガチ。そうなん、釣ったことあるん？ないあかんやん。皆さん、この動画を見てくれてありがとう。この動画の最後の方にこの今回の釣り方の解説もあるので、よかったら最後の方までしっかり見ていてください。それでは今回も皆さんよろしくお願いいたします。あ、来たな。来ましたね、ブラックバスの穴釣り。穴釣り、穴釣りやっていきましょう。海で鍛えたから。そうですね、釣れると思うわ。この辺かな、カサゴがおるのは。僕、アイナメ狙いたいですけどね。アイナメ狙いたい。この竿、むずむずいですか？この竿、むずいっすわ。やっぱりね、バス釣りするときは、バスロッドかな。え、何の竿使ってるんですか、それ。え、これジギングロッドよ。あれ、え、おかしくね。ジギングロッドよ、そんな。ジギングロッドでバス釣りする、どういうことですか？ジギングロッドでバス釣りするのもおかしいし、ジギングロッドで穴釣りするのもおかしい。それはだってクエとか出てくるかもしれないからそう、クエ、万が一こうクエとかかかった時のためにこの竿を用意したから。絶対おらん。バラした、ごめん。よし、来た。よっしゃ、しゃあ、来た、やっと釣れた。コバス、コバスやけどめっちゃ嬉しい。なんやろ今日。しゃあ、なんやこの豆バスは。豆バスや。どうだ。釣った釣った。よっしゃよっしゃ。釣れた。めっちゃでっかいの釣れましたよ。ほら。釣れた。めっちゃでっかい遠近法ででかく見えるやろ。ほら。釣れた。やっと釣れたよ。釣れたで。やっと釣れて、めっちゃ引くわ思ったけど全然でかくなかった。多分これ穴の中入ってるからね。びっくりした。やった。はい。久しぶりに匂うわ。いいよ。でも昨日も匂ったんですよ、この匂い。何匂ったんや。はい、水槽の匂い。やるよ。反応良くなっていいなって。よし。多分朝一の食事で釣ってたバスがちょっと変えてきた。そうね。とりあえず、一匹なんとか。やぶえ、あ、ほい、よっしゃ、来た。よっしゃ、かわいいわ、これかわいいわ、またか。フレーバー、屋敷の畳が。お前よし、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 よヤスキありがとう。ですけど、ほい、よいしょ、よいしょ、3匹目。あ、惜しかったっすか。よいしょ、よいしょ、ヤスキ3匹目やで。3匹目やで、ヤスキ3匹目取れた。はい、サイズ変わらんすわ、これ。サイズ変わらん、サイズ変わらんすわ。同じだ。
順調順調、もう3匹釣れたよ、うん、あ揺れるここあ揺れるまあということは安い3匹目や、君の竿はなかなか優秀や、うん優秀、3匹も取れる、全て穴と穴を打ち尽くし濃感。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、兄さんやっぱり夏はね、釣れてあかんっすね。釣れてあかん。熱中症になる。暑いよ。いえ、もうクーラーかけながら、うん、YouTube 見よう。それ正解ですもん。正解。はい。うん。でも楽しかったよね、バッスリ。そうですね。久しぶりにバッスリやとね、やっぱおもろかったですね。うん。まあこれから秋になってくるし、まあどんどん涼しくなってくるから、うん、ちょこちょこ行きたいなとは思います。そうですね。はい、ちょこちょこね、はい。挟んでいきましょう。はい。いやちなみにね、今回の動画、冒頭で、僕が今日、バッスリの穴釣り損でって言ったんですけど、うん、実はね、あれ僕の案じゃないんですよ。うん、はい、今更ながら。今更ながら、はい、動画の演出的に僕が行くで言うだもおもろいかなって言っただけなんですけどね。確かに面白かったかな。発案は、この、満州王子さんですね。まあ、発案っていうほどでもないけどね。はい、あれ、まあ、たまたまあの子供の頃行ったの池とかで、はい、まあ、例えば足とか、はい、あったりとか。まあ、で、まあ今回みたいな、テトラみたいな、マンメイドのストラクチャーがあった時とか、はい、あの辺近く、遠くに投げて、何もないところ巻いてきたりとか、アクションして持ってくるよりも、なんかそういうところに絡めた方が、魚の反応が良かったよね。はい、ああ。うん。で、それがもう、その小学生の頃に、あ、こっちの方が反応いいなって思ったことを、ずっと頭の中にあったのを大人になってやったら、あ、やっぱこれが正解なんやっていう答え合わせ。たまたまあっただけであって。なるほどね。うん。で、今回、ブレーバー、使って、はい。安木と俺が好きな、ブレーバー、大好きな、はい、をずっと使って釣りしてたんやけどね。はい。で、あれも、ファーストコンタクト。ファーストコンタクト。もうだからこういう穴見つけたりとか、そのテトラの入り組んだ穴見つけた時に、そこに投入します。はい。で、まあ、沈下していく。で、その沈下していく間に、もう、当たりがなければ、はい。まあ、ほぼ釣れない。まあ、多分深いもん、今回。そうですね。経験値を持ってた。大体、今回もキャストして1投目ですね、うん。絶対ワンアクション入れる前に持ちパクっすね。うん、そうやね。もうだから、テンポよく、はい、入れたら次、入れたら次、入れたら次、みたいな感じで行ってもらうと、うん、まあ、10分、20分、30分で1本は釣れるかなっていう感じ。そうですね。うん。で、今回、使用した、ネイル進化ね。ネイル進化。はい。これ、使わせてもらって、ただこれ、類似品なんで、重さは違います。今回ブレーバーでやったんで、はい、おすすめは、16分の1以上。16分の1以上ね。うん、重ければ重い方がいいかな。はい、なんなら僕今回ジャッカルさんから出てる、うん、ハンマーネイルか、そんななんかネジみたいなやつ。ああ、タングステンじゃない方が安いし。そうですね。あとそっちの方がいいと思う。ね。うん。で、それが 5g でやったんですけど、うん、7g もあったんですけど、多分 7g もさせるんちゃうかなと。ブレーバーの 5.71 に 5g。はい、あれはちょうどいいと思うよ、はい。うん。それプラス、あと、ああいうところで釣りをするなら、ラインに気をつけてほしい。そうですね。うん。ラインは必ず60ポンド以上。太すぎる。それ俺がやってたやつ。で今回、福山が使ってたのが、25ポンドのフロールです。フロール。うん。沈める釣りなんでね。そうですね。25ポンドのフロールラインがいいかなと思います。で、25ポンド以下になると、根ずれして切れちゃうんで、バスが当たって持っていって、そこでフッキングした時に、擦れて切れちゃうんで、太いラインでやってもらった方が、まあ、魚へのダメージも低いし、そうですね。うん。まあ、確実に取れるし。うん。バラしましたもんね。何回もバラした。そう。最初は何回も試行錯誤してもうバラしまくってるからね。もうやっぱ太いラインでちゃんと魚取ってあげて、針外して返してあげるっていうのが一番いいからね。そうですね。うん。太いラインと、重たい進化を使ってもらえば、はい、まあ楽にできるから。まあ今回、ブレーバーなんですけど、まあこれ全然、まあ皆さんも知ってる、テキサス。まあああいうのを使ってもらった方が、まあスナックレスもいいし、うん、まあフッキングのね、オフセットを、バコッとこう、必ずガソンとかけれるんで、まあそれも気持ちいいかなと思います。まあなんでも、落としゃ、こうですよね。うん。いてたら釣れるから。うん。多分、あれです、ブラックルにビバンスと玉もつけても釣れる。それも今度やってみよう。まあてな感じで、はい、ね、ペトラの穴釣りっていう、まあ、釣り方もありますよという回です。そうですね。はい。はい。まあこんな感じで。はい。
ざくっとした説明なんですけどね、はい、今後ね、こうやってあのしょうもない釣り方、うんね、特殊な変な釣り方をね、思いついたらね、またちょっと動画撮ってみてね、やっていきましょう。はい、はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録はここら辺、うん、チャンネル登録この辺、グッドボタンもこの辺、あ、この辺か、この辺か、この辺か、次の動画は、うん、この辺、あ、この辺、うん、あるからざっくりしてるじゃない、はいはい、ということでまたね、バイバイ。入れんの忘れてた。しゃあない、これはオクラ入りやな。